どうなってんだ。どう見ても作り物じゃねえよな。ってことは、つまりこれはひょっとして異世界召喚ってやつ。ファンタジー世界と仮定して文明はお約束の中世風ってとこか。アジンありありの世界観で多分戦争とか冒険ありあり。そしてこの世界で俺は水のマナよ、この者に癒しよ。こんなあっさり死なれては聞き出すことも聞き出せませんから。あなたはエミリア様に敵対する候補者の陣営の方ですか？俺の心はいつでもエミリアさんのものだ。誰にどんな条件で雇われているんですか？エミリアさんの笑顔にプライスレスで。野菜の皮剥くときに手切らなくなったよ。読み書き簡単なやつだけどできるようになったんだ。約束守って勉強してた。童話読めたんだぜ、お前たちのおかげで。そんなこと記憶にありません。なんで覚えてねえんだよ。どうしてみんなで寄ってたかって俺を置いてくんだよ。俺はお前らのこと